ないし、体感強いですよね。あ、ごめん。下回りそうだよ。11だったなんですか。下回るの11や。3キロくらい。下回ったらちょっと反則じゃないですか。俺の友達、今まで一番速いやつが11秒。あ、今じゃなくてね、一番早かった頃にね。え、陸上の頃ね。バスケ、バスケ11秒下回ったら10秒だよ。なかなかいないんだよ。お、シュート打て、決めよう。あー、ナイスプレー。ショットだ、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 ショットだ。ナイス。はい、中川さん、はい、中川さん、はい、止めよ、止めよ、OK、止めよ、はい、だ、うん、はい、うーん、はい、ナイス展開。あ、いない。頑張ってますよね。水拳だ。いつもがひどすぎるから。さっきマッチアップしたら酒臭かった。全部強いみたいな。左左左左左。23。すご
すごいよ、学園で。うん、立て最寄り駅とか3000人ぐらい。いや、バスが、バスがね、30人。よし、抜けた。落ち着いて、あー、ほとんど工場みたいな。すごい、すごい。うん、覚えきれないですか。全然、全然、知らないやつばっかり。今回大変の、いや、だから、難しい。もう、なんと、ずっと、学園ごとに、その他ごとに、クラスが上がらない。大学みたいな。自分の健康だけどんどん。そうし、はい、はい、で、その、あ、そろそろ決めよう。惜しい。だけ9人とか、いやでも、一番下の方はほとんど、だいたい柔道部みたいな。今は、ああ、なるほどね。体育会のやつらが結構、一番下の方で、上の方のやつらが東大くんのやつらが、まあ、見ていてください。あの、だから、そうそう。新学校校だったんだけども、田舎の秋田の田舎の高校で田んぼの真ん中を女の子が歩いてるから、これは襲ってあげないなって言って、襲って駆除方法で逮捕されて、あの転校したで、たまたま親父が懲戒人だったんで、お店で転校で済んだ。はい、平和な学校行ったら、はい、ほら、逃げた逃げた、コンビニって先生がこうやってエロ本やるのを、フラフラヘイヘイ、なーん、はい、広志頑張、あだ名君じゃないですか。下の名前で呼ばれてるやつっていないですよね。勝つとか、勝つ、ね、初代ぐらいはまだそれでもさ、勝つね、高さんとか勝つとかさ、そういうのは取っちゃうからね、高とかさ、勝つとか取っちゃうからさ、残ってないんだよ、でもなんか魔王とか言うと下の名前で呼んでる、あ、魔王、あ、チャンス、おお、ナイスボールだった。あれ分かってたら、あの多分手を挙げた人がもらえたと思うんですけど、分かんなかったから、いいや、もう好きにしてるから。きっと手挙げたのにもらえなかった人いるんですよ。でも大体合宿1回で前に来た人の名前はなかなか覚えない。2回目ぐらいでやってる。うん、もう忘れてってますよね。あいつ誰だ。これでここ3年で6回目だからね。新しく来た人は大変ですね。覚えないぐらいだ。タッチ最初にこれ分かってますよ、全員の名前を全員なんかそう覚えてさっと言って、でその後調子に乗って飲んで大変だった。俺とタッチの時だって名前言えなかったら飲むみたいな空気ちょっとあって、あ、それでちょっと飲まされたんですよ。なるほどね、群馬。そうタッチだから初日から暴れたところですよ。暴れた暴れた。名前なかったら飲む、飲ます。ひどいね、それね。やった後に名前覚えてなかったら
あ、なるほど。そんなことやってた。そんなことやったやつがいるんだ。それで飲まされました。不意気にとした。不意気になる。でもだって一人で手酌で飲んでる。最後ね、最後の手酌飲んで。でもジャスも飲ましちゃいけないと言いながらどんどんついてるからね。だから好きなんですよね。いやー、岩井とも酔っ払いなんです。いやそうなんだよね。好きだ、酔っ払い。この話が動くからか。頭超えてないからね。もうテンパっちゃって。耳の後ろから。テンパってる。雨降ってないはずなんだけど、なんか妙に濡れてて、濡れてて、すっごい冷たいの。なんか気持ち悪いですね。転がったからな、無駄。俺ほら、だから、一般的にも挙動不審だったけど。ん？やべえ、あ、これ。おぉ、よし。1日4枚。Ha ha ha.